Hai guys, namaku Yuna. Hari ini kita melanjutkan dari yang kali ini. Cara memperkenalkan kota Hamamatsu. Masih ingat? Dan mari kita belajar tata bahasa. Mungkin sedikit susah, tapi semangat ya. Dari sini, aku akan menjelaskan dengan bahasa Jepang. Saya berasal dari Hamamatsu. Di Hamamatsu ada gunung, sungai, dan danau Hamanako. Ada 700.000 orang tinggal di Hamamatsu. Hari ini aku akan memperkenalkan 3 tempat wisata yang terkenal di Hamamatsu. Hai, 前回はここまで解説しました。皆さん覚えていますでしょうか？今日はこの後の文章言ってみましょう。Yang pertama, Hamamatsu Flower Park. Di sini bermacam-macam bunga mekar setiap musimnya. Instagramable banget loh. Kalau di musim dingin, illuminationnya cantik banget.はい、それでは一旦ここでストップして、ここまでの文章を見ていきましょう。書き起こすと、こんな感じになってます。ここでのポイントは、やんの使い方です。前回の動画では、やんは後ろから前のものを修飾するときに使うんだよって言ったんですが、もう一個使い方があります。英語で言う、yellow one とか、new one、黄色いもの、新しいものといった感じでこのやんを使ってます。この文章だと、プルタマが初めにという意味なので、初めのもの、つまり一つ目は、一つ目に紹介するのはという意味になります。この文章、前回やりましたトゥルクナウ。これはクナウにトゥルがつくことによって有名なという形容詞になってます。スバガイは英語で言うアズ、何々としてという意味です。コッタクンバン、コッタは町、クンバンは花。前回も言いましたが、インドネシア語は後ろから前を修飾するので、花の町という風になります。ディシニはセットでも、ここではという意味で覚えてください。ブルマちゃんマちゃんはいろいろな。ブンガは花。ムカルは動詞で、花が咲くという意味です。スティアップムシムニャ。スティアップはマイという意味で、例えば、日という意味のハリがつくと、スティアップハリ、毎日という意味になります。ムシムは季節です。なので、意訳すると季節によってという意味になります。インドネシア語、後ろから前の語を修飾するって言ったんですけれども、マイ、スティアップは副詞なので、前から後ろを修飾しています。他の副詞、例えばバニャクとかスリキッとか、そういうのもバニャクオラン、スリキッオランというふうに前から後ろを修飾します。ここでムシムは季節だけど、ムシムニャになってる。ニャってなんだろうって思った方いらっしゃると思うんですけど、ニャはね、本当に説明が難しくって、いろんな用法があるんですけど、ここでのニャは定冠詞的用法、英語で言うザみたいな意味になるんですね。これ、ライブ配信で説明します。これは若者言葉です。インスタグラマボー、インスタ映えという意味です。バングッ、とてもっていう意味なんですけれども、普通はスカーリーを使います。インスタグラマブルセカーリーなんですけど、若者言葉だとバングってなります。めっちゃっていう意味になります。ローは話し言葉でなんちゃらでしょとか、すごいこう強調するとき、相手にわーって言いたいときです。バングがとてもという意味が若者言葉で使うめっちゃという意味の副詞なんですけれども、さっき私副詞は基本的に前だよって言ったんですが、スカリーとバングッは後ろにつきます。例えば、とっても美味しいはサンガッエナック、またはエナックスカリー、またはエナックバングッになります。続いての文章、ここではカラオがポイントです。カラオの意味は、もしとか何々の場合はという意味です。接続詞になります。ムシムが季節で、ディンギンが寒いという意味なので、後ろからかかって寒い季節、つまり冬です。下のイルミネーションにはチャンティックバング、これは分かりますよね。チャンティックは可愛い、つまり私のことです。では続きも見ていきましょう。ヤンクドゥはウナギパイファクトリー。ディセニアダラロカシプンボアタンウナギパイ。ウナギアダラブルト。Bisa lihat-lihat isi pabriknya dan dapat oleh-oleh juga. Enak loh. Yang ketiga adalah Museum Alat Musik.
Di sini ada bermacam-macam alat musik dari seluruh dunia. Hanya 5 menit jalan kaki dari Hamamatsu Station. Semuanya ayo main ke Hamamatsu. ちょっと待って。 この後も解説するのめっちゃしんどいな。 ということで続きはライブ配信でやろうと思います。 無理よ、編集めっちゃ時間かかるもんこれ。 Semuanya bisa mengerti? Kalau ada kesempatan, coba pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan aku akan YouTube Live tanggal 15 Agustus, hari Sabtu. Kalau ada waktu, ayo ikut. Dadah!